はい、廊下です。今回ですね、先日コメントをいただきまして、夏のアガベの夏の過ごし方、夏の越し方特集をやってくださいっていうことで、ちょっとお話していこうかなと思ってます。興味のある方はちょっと聞いてってくださいと言ってもですね、アガベの夏の越し方ってうちあんまり気にしたことないんですよね。実際なんて説明しようかなっていうとこなんですけど、まあ先日のコメントだとね、メリコニシキが真夏に溶けてしまいましたというコメントでした。メリコニシキが溶ける、まあ確かにね、メリコニシキってちょっとそういうところがあるんですよね。そういう嫌いがあります。これ加湿によるものなのか、まあ、ちょっとねそちらのお宅がどういった状況、どういった管理になっているかっていう情報が全然ないので、まあわからないんですけど、まあくまで僕の想像ですけど、まあ雨ざらしにしていたとしたならば、そうやって溶けてしまうっていう状況、溶けるというかね、下場から黒く上がってくるんですよね、ぐちゅぐちゅっと。そういう状況になりやすいです。それが加湿というか水が多すぎるというか、まあ加湿になるんでしょうね。そのね状況は確かにメリコニシキはなりやすいと思います。特にコナエなんかね、ぐちゅぐちゅっとしやすいんですよね。なのでやっぱり、まあ、真夏は風通しよく、まあ、扇風機もありませんということだったので、まあ、扇風機がなくてもね、うちはまあ温室なんでこうやって扇風機つけてますけど、まあ、屋外で囲ってないところでやってるんであれば、まあ扇風機なくても大丈夫です。無風だからどうのこうのっていうことはあんまりね、アガベはそんなにその蒸れ枯れるっていうことがね少ないとは思いますよ。うちもほとんどないです、その蒸れ枯れるっていうのは。またねちょっとね、そうなると原因が変わっ違う原因だったりしますね、枯れる場合。まあ、蒸れ枯れるってどっちかっていうと弁慶草、エケベリアだとかクラスツラだとか、まあ、あの辺の対策としてうちも扇風機つけてますけども、まあ、ちょっとこちら見ていただけると、ここにね換気扇があるんですよね。そして扇風機があって、こっちも換気扇あります。こっちの換気扇で吸気します。あれはね温度になると、ここにサーモスタットがあって、これは逆サーモなんですけど、これが30度に達すると感知するとあれが開きます。あっちから吸気して、ここの扇風機でその吸気した外の空気を攪拌しながら向こうで排気すると、あれは排気なんですよね、外に向かって流れてます空気が。まあ、そういう感じでね、中の温度をなるべく30度ぐらいにしようという感じですね。お咲いてますね、カブトマルは綺麗。これ白鳥アミラギア、まあサボテンもこんな感じで元気です。まあ特に話脱線しますけど、アストロなんか結構ね温度が高くなるといいですね、咲きますね。まあちょっと話はそれましたけど、まあね温室なんでこういう風になってます。で、まあ、もっと暑くなったら、真夏になったら8月ぐらい、ここはね向こう側が巻き上げになってるんで、そこを開けて、その後ろの戸も今閉めてありますけど、そこを開放します。まあそれでね、まあ温度を下げますけど、それでも40度を超えると思います、ここの温室は。まあ、そういった中でやってます。で以前はベランダの一部みたいなところで、温室じゃなく棚でね管理してた時期もあります。ずっと以前はこの温室建てる前その時はね扇風機とか使ったことないです。簡易温室ってあるじゃないですか、まあ、ああいうものではなくて、本当のスチールラックですね、ここにあるこのスチールラックを5段ぐらいに積んだものですね。それをにこうアガベだとか、まあ、エケベリアとかもその当時結構いっぱいやってまして、そういうものを並べてました。それでやってましたね。でもね大丈夫でしたね、ビニールで囲うことはしませんでした。あれね、良くないな、ビニールで囲っちゃうことですね、夏場に。あれはねちょっと温度上がりすぎますね。それが小さければ小さいほど、その温室が小さければ小さいほど温度上がります。40度どころじゃないですね、もう煮えたぎるような温度になってしまいますね。冬もその逆で、まあ真冬に締め切ってしまうと、
大きいハウスはいいんですよね、なかなか温度が下がってこないんで。ただ狭いものっていうのはね、もう空気が入ってこなければどんどん温度は低下するだけなので、ああ小さい箱ほど中が冷えるという現象になっちゃうんで、そこはね気をつけた方がいいですね。だから夏はねビニールを外した方がいいです。まあ屋根はね付けした方がいいんですけどね、まあその辺はまあ工夫してなんとか屋根だけ残るようにして夏場やってやるといいと思います。風はね通してあげてください。そうしないとやっぱり、そういったんで熱ですね、熱でちょっと干からびてしまうとか、まああと湿度が上がれば蒸れてしまうとか、そういった原因になりますね。まあ夏の管理のコツっていうのはそのぐらいですかね。あとどうしてもそれでも蒸れちゃうよっていうんだったら、この間土を作る動画でも説明しましたけど、土ですね、これやっぱ水はけいいものにしてやるといいかな、管理はしやすいかな。結局これが湿りがいつまでも乾かないような土を使ってると、濡れて、まあ、気温が上がった時どんどんこう水分が残ってる分が上がってきますよね、まあ、それによってやっぱ蒸れたりとかするんですけど、こう水はけがいいもんだとやっぱり水は抜けちゃうし、植物も水を吸うしで乾きやすいですよね。でね、結局この水を与えてしまったら、この土って自分の力で乾かすことってできないんですよね。うん、だからこう乾きやすい土にしておけば、まあ乾いて水が足んなそうなら足せばいいっていう考えですね。そうするとまあ水が足んなければ自分の意思で足すで、まあ水はすぐ乾くと。これがね湿りの多い土だとやっぱり自分の力で乾かせないので、いざ濡れてしまった、今日は濡れてない方がいいななんて思ってもね、抜いて乾かすとかいうわけにいかないんで、乾かせないっていう状況になっちまうので、まあ、管理しやすいのはやっぱり乾きやすい土の方が自分の意思で管理はしやすいと思います。あとまあ日照ですよね。日は当然夏場は強いんで、まあうちはこう見ての通り無遮光です。ここね、昔はこの西側西日だけは遮光してたんですけど、今してません、まあ、ここの状況が分かったんでね、まあ、その状況が分かる前は焼けると嫌だなと思って、日差しちょっと西日は強すぎるかなと思ったんでしてたんですけど、今はしてません。してなくてもご覧の通り全然葉焼けというのは起きません。アガベやっぱりね日照強いですよね。強い日照に強いです。なのでね、まあ遮光、まあ符があるからなんとかって言っても、まあ特殊なのは除いて、まあ、そういうのはね場所をうまく工夫したり、そこだけうまく遮光したりしながら、まあだからそこはまあ先日も本当に水やりとかの動画でもお話した通り、自分のところの環境把握ですよね。まあそれに応じてやっぱり土を作るなり、その土に応じて水やりの回数を変えるなり、そういうことが必要ですね。やっぱり夏を乗り切るコツっていうか、まあ基本的にアガペは強いので、暑さにで夏も調子いいです。もう40度ぐらいになったってまあ過ぎることもないですね。まあ30度前後、30度から35度ぐらいやっぱりすごい調子いいですけど、まあそのぐらいを超えても温室なんかでうんと調子いいんで、まあどちらかというと冬の管理の方が大変かもしれないですね。夏はね意外と蒸れとかには強いと思いますけどね。雨ざらしにしないことですかね。そういった株は地植えでね雨ざらしができるからといって、鉢植えは雨ざらしにして調子がいい、そのまま維持できるとも限らないんですよね。まあこれメリコニシキなんかもそうですけど、あのケゴン、アメリカのケゴンですね、こういったタイプ、これはちょっと違うんですけど実際のところ、まあこういうタイプのアメリカナス、これもね鉢でやると意外と調子がね、雨ざらしにすると調子が上がんないんですよ。葉が割れちゃうんですよね。でね、路地植えにしてる株うちにもあるんですけどね、そっちはねあんな梅雨ずっと雨が降ってても調子いいんですよね。葉が鉢植えにするとね葉が割れてっちゃったりとか、まあそういった意味でね、おそらく根の張り方だと思うんですけどね、広がり方、それによってまあ株の調子って変わってくるんで、まあ、その辺は雨ざらしはまあ鉢植えだったらおすすめはしません。まあ、できる別に雨ざらしにしても全然平気な株は平気なんですけど、メリコニシキとかその調子を崩しやすい、あと笹の雪とかもねやめた方がいいかなと僕個人的には思います。まあうちの環境での話です。それはそれも皆さんのところでできるようであればやってもいいと思うし、まあ正解不正解はそんなないですね。まあ先日のお話の通り、やっぱり環境把握ですね。どういった具合になっているのか、
本当に自分のところの日当たり、あと温度ですよね、まあ、そういったことを把握してやらないと、まあ、結局この調子が落ちましたと、株の調子が落ちた時に一体何が原因で落ちてるのか分かんないんですよね。あ、ここは40度以上になるからかなとか、そういう想像がつかないっていうのかな。自分のところでそこが例えば温度が最高温度が45度ぐらいになるところだったら、あ、もしかしたら暑すぎるのが原因かもしれないとか、あとその枯れてくる状況ですよね。この下葉の方からこうやって枯れてくるのか、枯れ方もこうただぐじゅぐじゅっと黒くなるのか、乾燥してパリパリにすぐなってっちゃうのか、こういうところの葉は薄いのか厚いのか、そういうことによって、例えばこれがすぐパリパリに干からびてくるんだったら水が少ないんじゃないのっていうアドバイスになるし、ぐじゅぐじゅっと上がってくるようだったらちょっと過湿なんじゃないかとかいうことにもなるし、まあ、あとは根が詰まってる場合でもやっぱり水切れの症状が起きやすいですよね。そういったところですね。だからなんで枯れてしまっているのか、どういう状況でその株が弱っていってしまっているのか、そういったことをちょっと把握しながらやるといいと思います。それがわからないとね、多分聞かれた方もアドバイスできないんですよね。どんな土に植わってますか、どのぐらいの温度になるところですか、どのぐらいの日が当たるところですか、雨は当たりますか、風は当たりますか、温室ですか、屋外ですか、野ざらしですか、それによって全然ね原因が違ってきますよね。まあ、あと枯れてくる状況って、まあ、そういった環境によるものだけじゃなくて、やっぱり病気だとか、まあ、そういった菌だとかね、そういったものもありますね。うちもね以前あるんですよね。こうやって株が綺麗な状態だったんですけど、急にね下葉がずらっと黒くなっちゃったんですよ。でどん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 こう枯れ込みが上がってくるわけです。それまで植え替えも別にしてるわけでもなく、根をいじったわけでもなく、水やりの回数もそのままずっといつも通りの感じでやってたのに、なんか調子がねどんどん落ちてくる株があったんですよね。それで抜いてみたんですよ。もうあんまり枯れてくるんで、そしたらね、こう金角白絹病ってやつですね。こういうねプツプツがね、この株元、今見えないですけど根元の近くとか、あとこういう空気が入る通るところの近くですよね、鉢の縁とか、そういうところにねプツプツの白いものができるんですよ。それはね菌なんですよね、まあ、カビみたいなもんですね。それの菌核って言われるもんで、そのまままたそれが放っておくと、あの菌糸を伸ばして白カビみたいなんですね、土の中にこうもやもやっとこうはびこるわけですよ。まあ、それが白絹病です。それによって株の調子うんと落ちて、まあ、その株はね確か抜いてから気づいたんですけど、それでもダメで間に合わないで枯れちゃいましたね。まあ、そういったこともあるんで、まあ、どういった状況でなんでこれが枯れてくるのかなってのはやっぱり不思議に思って見ててあげないと、そういった事態もあります。暑さ寒さだけではないですね。まあ、豆な殺菌をした方がいいですね。あの農薬の話でも農薬散布のところでもやってますけど、まあ、豆に殺菌してやって菌が繁殖しないように。あとやっぱりねそれはね通気が悪いと出るようです。なのでまあ通気性のいい土にするとか、まあ、通気性のいい場所、風が通る場所に置くとかって改善をしていく、まあ、何かがあれば何かを改善してどんどん良くしていけば枯れづらくなると思います。まあ、うちでね言えるアドバイスといえばそのぐらいなもんなので、まあ夏はまあそんなに調子を崩す季節ではないと思います。アガベにとってはどちらかといえばねエケベリアとかああいう方が難しいです。真夏はアガベはねそういったところにはすごい強いんで、まあ水やりすぎたとしても根腐れってあんまり起きないんでね、まあ、うちでも根腐れって実際ないんですよね。根腐れっていうけど大体株の方が弱ってて、それによって枯れてきてしまっているっていうことが多いですね、枯れるものは。まあ、特にその夏入る前、今の時期にこう根っこを調子よくね張らせてあげて、それで夏に備えると。だ今の時期はね結構水やって、まあ、本当はね日がないからあれなんですけど、まあ、その辺いろいろ矛盾する部分もあるんですけど、まあ、なるべく粘りをよく調子よく上げといて、まあ、夏は多少のことでは
びくともしないぐらいの株を作っておくって感じですかね。やっぱり根元ですよね。根元がしっかりしていれば株っていうのは調子いいんで、まあ、そうやって、まあ、時期の問題もあって夏は、まあ、暑いから蒸れるのかなとか思いますけど、どちらかというとね、僕の感想としては人の株というか写真とかでもそうですけど見ても、まあ、夏場ちょっと水が少ないぞっていう株の方がどちらかというと多いです。うちはね結構水やるんでね、まあ、作り込みとか締めるとかっていうのもあるんですけど、植物なんでね、そこはそのバランスを見ながらやればいいと思います。それで綺麗にする、綺麗に作るっていうのが理想ですね。まあ、今回は夏越えのお話でしたけども、まあ、ちょっとね曖昧な部分が多くて何とも答えにならないんですけど、まあ前回と同じように本当に自分のところの環境、まずそれですね。それがどういうものなのか把握してよく見てあげることですね。植物を、枯れが上がってきてるとかそのタイミング、それを見て、あれこれはしばらく水やってないからなのかなとか、日が当たりすぎてんのかなこの場所はとかっていうのを感じながらやっていくべきだと思います。まあ、それが一番の解決策ですね。何かが起きた時は、そしてそれを改善していく、もうそれにつきます。まああと正解ないですね。まあ、人ん家によって違うんで、日当たり具合も温度も環境も温室でも外でも庭でもベランダでもみんな環境が違うんで、まあ、このやり方が絶対正しいよ、このやり方だったら間違いないよっていうのはないです。うちでいくらうまくいってたとしても、他の人ん家で俺うちのやり方を同じようにやったら枯れましたってことはあると思います。なので、まあ、まず自分のところの環境第一に優先して、でこういった話もちょっと踏まえながら、そういえばこんなこと言ってたなみたいな、そういうのを参考にしながら自分のところに当てはめてやるのが一番だと思います。それでは今回ちょっと長くなりましたけども、夏越しのアガベの夏越しのお話でした。はい、ご視聴ありがとうございます。